吉高由里子が紫式部、真宙、役で主演を務める大河ドラマ、光る君へ NHK 総合、日曜午後8時他、か、で、真宙の弟、藤原の信則を演じる高杉真宙。姉、真宙と対照的に勉強嫌いで明るくひょうひょうとしたキャラクターとして描かれている彼だが、視聴者の間で注目を浴びている話題の一つが、信則は真宙と藤原道長、江本佑。 のの関係に気づいていのいてるかとうさまざまな考察が飛び交うその疑問について高杉が語った画像信徳高杉真宙西院の中条小坂な禁断の恋真宙が中宮明子三上愛の女房として藤坪に上がってから帝一条天皇塩野明久のために執筆を進める物語はたちまち宮中で評判に。 一方、信則も第34回で道長の計らいによりクロードに昇進した。しかし、やんちゃな性格は相変わらずで、15日放送、第35回、中宮の涙では彼をめぐる陳事件が発生。なんと男子近世の祭典の塀を越えて女房、祭典の中条、小坂尚緒に会いに行き、敬語の者に捉らえられるもとっさに読んだ歌で窮地を切り抜けるというエピソードを、 高杉は、男子禁制の兵を超えるという行為には身分の差を超えるという意味合いも含まれているのではないかと感じましたと振り返る。普段はあまり感情を表に出さない信則だが実は家族のことをよく見ていて、とりわけ気分の浮き沈みの激しい姉、真広を気遣っている。真宙の一期一夕には、道長との恋が大きな比重を占めているが、信則は相手が道長と知らずとも姉の恋を見守ってきた。 真宙の書いた似顔絵から道長、三郎を探し回ったり、真宙が誰かと歌を送り合っているのも見ていたが、第28回では信則が真宙に放った一言がどういう意味なのかと SNS で反響を呼んだ。真宙が道長との不義の子を産み、おしめを変えていた際、信則が赤ん坊を見て、おでこのあたりが佐々木倉之介演じる夫の、信隆様に似てるね。ああ、このあたりも、と言いい。 真宙は、もうやめて、と表情を曇らせる。信範は、だって、女子は父親に似るっていうからと言い訳をしながら、無理してないよ別にとつぶやいた。